こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は工場数法青紙です。川の彼方には青い峰々が見える静かな風景を言ったものです。これは唐の詩人杜甫の作で、先に出てきた曲を得て人見えずに続く句です。今から工場数法青紙を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。